フェメです。バイダンです。フェメとバイダンチャンネルです。ナザーです。さあ、ということで今回は、はい、フェフェのディズニー力を試そうと、はい、クイズ企画でございます。あ、久々に来ましたね。はい、でただ、はい、もう、まあ、僕が、うん、僕の知識で問題出すことはできないんですよ。まあ、はいはいはい。だからネットで拾ってきたクイズを今から出題するんですが、はい、もうやっぱね、クイズ見てると答えれそうなのよ、お前は。なるほど。これやったな、授業でとか。授業とか言ってるけど、言ってたな、みたいな。ミッションでやったなとかあるのよ。だから今回は、広くします。ディズニーっていうくくりから。ディズニーリゾートもあれば、ディズニー、映画だったりとか。はいはいはい、はい。いわゆるディズニーと冠がつくものから出題にします。なるほど。はい。はい、ちょっと、覚悟しててください。はい。はい。まあ、なるほど。はい。全何問かは、まあ、一応手元には15問あるんですけど。なるほど。まあ、もっと言えば35問あるんですけど、はいはいはい、まあ、とりあえず、行けるところまで行ってみよう。なるほど。もう総合格闘技ですね。はい。行ってみましょうか。問題。はい。東京ディズニーランドのスプラッシュマウンテンが水浸しになる前の名前は何でしょう。はい、チカビンヒル。はい、4択なのですが答えが出ました。正解。よっしゃ、4択だったんだ。4択だったんだ。はい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 、いいですね。ちょうどつい最近バックグラウンドの人に喋ったところですからね。違うね、選択肢を言う前に答えれるという、はい、まあ、ここら辺はね、まあまあ、まあ、まだ余力を残してということで。さあ続いて、はい、次のキャラクターのうち、うん、原作の不思議の国のアリスに登場しないのは誰？うん、次のキャラクターのうち原作の不思議の国のアリスに登場しないのは誰？うん、イモムシ、うん、トゥイドルディ&トゥイ、トゥイドルダムかな、うん、トゥイドルディ&トゥイドルダム、うん、そして、トカゲのビル、うん、このうち、原作の不思議の国のアリスに登場しないのは誰？トカゲのビル。トカゲのビル。はい。残念。え？正解はトゥイドルディ&トゥイドルドルダムでしたね。あ、原作って言ってたの、そういうことか。はい。うーわー、なるほどね。さあ、どんどん行きましょう。はいはいはい、もうそういうのも来るっていうことね。アラジン。はい。映画アラジンの魔法の洞窟で。うん、はい。で、アブーが触ってしまった宝石の色は、うん、赤。え、マジ本気で言ってる？赤だったと思う。うん、正解。よっしゃ、すごい。よっしゃ、マジ。結構特徴的なんだよね、あのなんかこう各面にアブーの顔が映ったりするから。そう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 、はい、これすごいわ。これも今もね、4択だったんですけど。さあ、ディズニーシーの人気キャラクターであるデフダッフィーですが、初登場時の別の名前で呼ばれていました。その名前とは？ディズニーベア。ディズニーベア。正解はディズニーベア。よし、お見事。ありがとうございます。お見事。はい、素晴らしい、はいはい、これなんで名前変わったか分かってる？これが、もともとディズニーベアとして出てたんですけど、うん、そこにこうストーリーがこうくっつくような形で、そのミッキーに対して、うん、こうミニーちゃんが船旅に対してこの寂しくならないようにということでダックルバッグに入れて、うん、このディズニーベアをプレゼントしたことから、ミッキーがそのダッフィーというふうに名付けたことから、ダッフィーでご浸透していくということでございますね。はい、さあ、お見事でございます。ありがとうございます。はい、続いてです。はい、アンジェリーナ・ジョリー主演の映画、うん、マレフィセントに登場する、うん、ディアバル、はい、はもともと何の動物だったでしょう？カラス。おお、正解。よし、ああ、もうその名前の方だったら、ヤバかったらディアバルの方だったら、うん、ああなるほどね、うん、ちょうどだから、いや、うん、そこ出てほしくないなと思ったから。ああいいね。危ねえ危ねえ、ちょっと。はい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 、さあ、これいけるか。お、フロリダの、うん、マジックキングダムで行われているパレード、うん、ディズニーフェスティバル・オブ・ファンタジー・パレード、うん、で、あるヴィランズの巨大フロートが登場します、うん、さて、そのヴィランズと、いやー、もうこれは、じゃあこれ一応選択肢あります。あ、じゃあ選択肢お願いします。はい、はい、1マレフィセント・ドラゴン、はい、2アースラン、はい、3チェルノボーク。チェルノボークって何？いや、その正解だと思ったやつが1個目に来たから、これにします。はい、マレフィセントドラゴン。
正解。うわーよし、いいですね、はい、これ見たことある？ね、その実際に生で見たことはないかな。なるほどね、うん、まだ見れてないんだ、うん、その動画とかそういうので。なるほど、はい、続いて。いやね、いや、あれが、その、いやね